HP1 号試験用掃除機1753から2富士通信機製造株式会社昭和31年8月製造。日本電信電話公社、局舎構内クロスバー交換機の保守などに使用されていた。クロスバー交換機は、リレー、クロスバースイッチを用いる電話交換機である。 電話通信に携わるものを中心にクロスバー交換機とも表記された。1926年にスウェーデンでエリクソン製のものが世界で初めて使用開始された。日本では1955年に群馬県の高崎局において米国製のクロスバー交換機が導入され、これが日本国内初のクロスバー交換局となった。 翌年、日本国産のクロスバー交換機が開発され、日本全国の電話局に順次設置された。市内系だけでなく市外系でも使われた。1995年3月24日、宮崎県の機場交換所で最後の運用を停止し、制御部にコンピュータを用いた電子交換機に置き換えられた。ステップバイステップ交換機と比較して、クロスバースイッチは、 交点がダイヤルパルスに縛られることもなく、接点数を増やすことができ、修道部分もないことから次のことが可能となった。通話路として、クロスバースイッチが用いられる。付箋論理であり、すべての動作ロジックはハードウェアで決定されている。ダイヤルパルス DTMF などの電話番号情報のアナログ信号を一時的に記憶し、 共通制御回路で通話路制御などを行っている。料金、サービスなどの変更の際、すべての交換機の配線変更が必要で、非常に時間と手間とがかかるものであった。加藤吉夫かありがとうございます。